飯尾お常連は、戦国時代の武将。今川氏の家臣。通称は、善四郎、武前神。父は、飯尾お賢殿。後に、松井宗地下室、連流とうと国彦馬城主。とうとうみ氏は都来人、三好氏の公営で、室町幕府の武行衆の家柄とされる。祖父長連は、三河吉良氏の家臣として、浜松僧の大官を務めていたが、 今川義忠の遠海信仰を支援して戦死する。その後、今川宇治地下の指示を受けた父、県連と柴吉達の指示を受けた大河内定綱が浜松荘と菊間城の支配をめぐって争うが、最終的に今川氏が勝利し、県連は平氏を見限って宇治地下から浜松荘と菊間城を与えられた。常連は今川義元に仕え、英少年間に、 今川市の史上く魔城を築城し、城主となり、同地に一万国を与えられた。A63 年、桶狭間の戦いで、織田軍の猛攻を受け、戦死したとも、落ち延びたとも言われる。また、A68 年に、息子の連流が、今川市に反旗を翻した際に共に撃たれたとする、説もある。静岡県浜松市東区の東前寺に供養塔がある。谷口祐太。 戦国期における、三河吉良氏の動向、戦国史、研究66号、2013年。初週、谷口雄太、中世足利氏の決闘と、県医、吉川博文館、2019年11月。2019年、P40 から48、森田京氏、EO 常連、ISBN978 から4。 から 642013482P115 ありがとうございます。